はい、柏しおり NHK をぶっ壊す。あ、というのか、間違えた、令和2年2020年3月の13日金曜日です。あ、13日の金曜日ですね。今さらですけど、時間は19時5分であります。 NHK から福見山本の大橋正信でございます。ということで、会員書き留め NHK からね、奪い者に対して会員書き留めが届いてるよっていうような動画をね、今日3本目になりますね、撮っておりますけども、これ皆さんね、まあ3月に入ってね、今まで普通郵便だったにもかかわらず急に会員書き留めに変えたというような経緯があり、あって、まあ、非常にね、まあ我々 NHK から国を守る党にとってはまあある種嬉しい悲鳴ではあります。はい、まあ、非常にねその問い合わせ多くいただいている一方で、やっぱりね何かあった場合には N 国党に相談しようというような皆さんの心理が働いているということも再確認できましたので、まあね決してね、悪いことばかりではないというふうに思っています。ただね、そこで皆さんこれふと思いませんか、ふと思うことありませんか、この NHK から届く会員書き留め、これいつまで続くのかなって皆さん思いませんか。今回一回きりなのか、今後もまた会員書き留めで送り続けるつもりなのか思いません？ふとどうするつもりなんだろう NHK はと。でそういうふうに疑問に思われた方ね、どっちなんだろう。2ヶ月後も続くのかな、これずっと続くのかな、いつか普通郵便に戻るのかなっていうね、ふと疑問が湧いたので、私、まあ自分で言うのもなんですけども、行動力あるなとまあただ電話しただけなんですけどね、電話しただけではあるんですけど、もうね思ったらすぐ行動、即行動なんですよ僕。なので、これね、あの多くの方に多くの方に関係する、有意義な情報だと思いましたので、もうすぐね NHK に電話しました。 NHK まず NHK ふれあいセンターに電話して、でその後ね、まあ例のごとくたらい回しを受けました、ね、最寄りの担当の管轄の営業センターに電話するということで電話したんですが、当然つながらないということなので、私の独断で栃木県の宇都宮放送局の営業部の方に電話しました。はい、遠藤さんすいません、遠藤さんのテリトリー、縄張り、島を荒らしてしまって申し訳ありません。はい、まあちょっとね宇都宮放送局にちょっと電話しました。ちょっとその音声をね聞いていただければというふうに思います。どうぞ聞いてください。お待たせいたしました。はい、ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、NHK からの請求書が会員書き留めで届いてるんですけど、はい、会員書き留めで請求が届いているということですか。まあ、請求書は届いてるんですけど、はい、これ今後は普通郵便じゃなくて書き留め郵便で今後も送られてくるということですかね。申し訳ございません、では上のものに代わらさせていただきますので、はい、お待ちくださいませ。はい、書き留め用紙が届いたということですか。書き留めで、そうですね、はい、で、それに対してということで、その何かそのお支払い確認取れていない分があるので送らせていただいてるんですけれども、ごめんそんなこと聞いてないんですよ。はい、今後においても書き留めで届くんですかって質問したんですけど、可能性はございます。 NHK としてはそれ決まってないんですか。ずっとするかどうかはこちらでは分かりかねます。どこなら分かるんですか。まあ、正解、まあ、あくまでも今決まっていることしか分からないと思うんですけれども、と言いますと、ずっとしますというふうに今の時点で決まっていないということです。なるほど、じゃあ期間は決まってるんですか。期間、いつまでこれをするかということですか。そうですね。
少々お待ちください。ちょっと確認しますので。はい。一旦保留にいたします。はい。大変お待たせして申し訳ございません。はい、今資料を調べてみたんですけれども、すみません、ちょっとこちらで具体的なことが分からなかったので、一度その最寄りのですね、お客様の NHK を管轄している NHK の営業部の方にお問い合わせをお願いしたいんですけれども、電話番号を調べしますので、今何県何市の方でしょうか。ああ、もう管轄は浦安だって分かってるから大丈夫ですよ。じゃあそちらの方までお電話お願いできますでしょうか。一応電話番号教えてもらえますか。はい、少々お待ちください。浦安でございますね。はい、お待たせいたしました。はい、047-316-8300、はい、8300ですね。はい、で平日の10時から夕方5時まででございます。はい、わかりました。あともう一点だけいいですかね。はい、今まで普通郵便だったのに、書留郵便に、あ、会員書留に変わった経緯って何か分かってますか。いや、こちらでは経緯までは分かりかねます。あ、そうですか。はい、分かりました。はい、お手数おかけします。お願いいたします。はい、はい、NHK 宇都宮放送局です。あ、すみません、ちょっとお伺いしたいんですけどね。はい、どうぞ。今書留郵便で、はい、まあ、請求書は届いてるんですけど、はい、この書留郵便で届くっていうのは、これいつまでやられるつもりですか。いつまでですか。うん、今後もやられるんですかね。書留郵便で送ってくるんですかね、簡易書留で。こちらに関しましては、まあ、大切なお届けとなりますので、今回は簡易書留という形でお送りさせていただいております。うん、でも今までは普通郵便だったんでしょう。はい、うん、だから今回初めて会員書留に届いてるでしょう。はい、うん、別に会員書留に届き、郵送するのは全然いいんですけど、はい、じゃ大事なものということなので、じゃ今後においてもずっと会員書留に送られるってことですかね。そちらに関しましてはまだ決めておりません。今後普通郵便でお送りする場合もございます。今 NHK の内部ではそういった方針は決まってないということですか。現在、次回どのような形かということはまだ決まっておりません。なんで今回会員書留で送ったんですか。大切なお届けですので、お客様に確実にお届けするために会員書留でのお送りをしております。でもこれ受け取りしなかったら、これ返送されますよね。お受け取りにならなかった場合、NHK に戻されます。で、どうするんですか、それ。その際は、今回の請求分も含めて、改めてまた振込用紙送らせていただきます。それは簡易書留に送られるんですか。そちらに関しても、改めさせていただくものも、どのような送付形態かまだ決まっておりません。うん、大事なものであれば、簡易書留に送るべきではありませんか。ご意見の方を伝えさせていただきます。うん。コロコロ変わるんですね。普通郵便だったものが今までが。明らかにこれ心理的揺さぶり、動揺を与えるために簡易書留で送っているように感じるんですけど、想定に関してはいかがですか。はい、はい、では少々お待ちくださいませ。もしもし。
はい。あ、お世話になっております。と申しますが。はい。はい、ごめんなさい。お話の内容をちょっと当初から、最初からお聞かせいただいてもよろしいですか。どのように引き継ぎされてますか。今回の、長期未収ですかね、長期の、料金がね、溜まってしまっている方への、簡易書留による、ご請求書ということについてということで、お話の方だけ変わらせていただいたんですが。うん、今まで普通郵便に届いたにもかかわらず、今回簡易、はい、簡易書留で届いてますよね。そうですね、でそのご郵送のお届けとして、はい、で簡易書留と郵送した理由というのが大事なものであるからというような説明があったんですよ、はい、それは間違いありませんか。ね、現在 NHK からですね、受信料について、簡易書留によってご案内をさせていただいているということでございますね。うん、大事なものというご説明があったんで、そこでちょっとお伺いしたいんですけど、はい、今まで普通郵便で届いていた内容の、はい、ものと今回書き留め郵便で届いている内容のもの、何か違いありますか。きちんとですね、お客様にお届けをさせていただくということで、簡易書き留めで発送させていただきました。ということは今後も簡易書き留めで送られるということですかね。今後もということを今確認をするということはできませんが。どうしてですか。いや、これは、NHK からのですね、お手紙ということで、通常郵便でですね、お届けをさせていただいているということもございますし、きちんとですね、お客様のお手元に、受け取っていただくという意味でですね、簡易留め、書き留めで今回発送させていただいたということでございますので。なんで2020年3月郵送分に関してだけ育てしっかりお手元に届くようにということで簡易書き留めされたんですか。はい、本当にちゃんと届くというふうな趣旨で送るんであれば、はい、今後もしっかりと簡易書き留めで送るべきではないですか。なんでその趣旨が、なんでその方向は決まってないんですか。まだこの現時点において今後の発送方法については実際この簡易書き留めの形を取るか否かということについてはですね、社内でも、検討していかなければならないことだというふうに思っておりますが。じゃあそれ最終的な方向はいつ決まるんですかね。はい、最終的にじゃあ今後においても簡易書き留めで送るのか普通郵便に戻すのかってのはいつ頃分かるんですか。現在は今このお電話ではお答えができません。発送元についてもですね、宇都宮、その栃木県内のお客様ということで、現在は NHK 宇都宮放送局が担当しておりますが、発送そのものは、渋谷の本局の方からですね、全国分をまとめて発送という形になりますので。ということは、今回送られているのは、はい、宇都宮放送局からではなくて、東京の方から送られているということですか、はい、本局から送られているということですか。そうですね、発送は本局のデータで、ご請求をさせていただいておりますの で, で、申し訳ありません。じゃあ今回、今までと今回の郵送の手法は違うってことですね。違う形を取っているってことですね。発送の方法は今ご指摘いただいている通り、通常郵便と簡易書き留めという発送方法はご指摘の通り違いますね。うん、だから今まで、そうじゃなくて、今まではじゃあ、はい、そちらの宇都宮放送局営業部から発送してたけども、今回はじゃあ東京の本局から送ってるってことですね。これまでも同じでございます。これまでも、じゃあ本局に問い合わせれば分かりますかね、じゃあこれ。今後についての、発送方法について、まだ現場といいましょうか、こちら宇都宮放送局では今後こうしていきますということについては指示が来ておりませんが、そうですね、2ヶ月に1度来週以降 の, その期間を空けての発送になりますので、今お答えができるのかどうかはちょっと私もお答えができないですね。ということは、はい、今まで普通郵便で送られてた内容の書類と、はい、簡易書き留めで送られてきた内容の書類というのは変わらないこと、変わってないということですね。要はね、同封されている内容というんでしょうか、うん、お手元に届、
うん、それは変わらないというふうに認識しておりますが。ということは今現在、ね、はい、簡易書き留めで届いている方というのは裁判の対象ではない安全な方ということですよね、要はね。まあ、それをはいとは私には申し上げることはできないですが、何か、まあ、直ちにすぐ裁判を起こされるということではない、まあ、つまり受信料特別対策センターではないということですよね、担当はね。それは違いますですよね、はい、発想元が違いますのでね、わ、うん、かりました、はい、で、まあ、できればこれは要望ですけども、はい、うん、今後とも簡易書き留めで送るんであればそれはもうね、統一してくださいよ、ね、ありがとうございます、はい、普通郵便で送ったり、簡易書き留めで送ったり受け取る側が混乱するんですよ、はい、なるほどですね、明らかにね今回ね、はい、この3月分に関しては不払い者に対してほぼ、はい、まあね、全てで確認してるわけではないですけども、ほぼ全員簡易書き留めで届いているということ で、 そうです、ね、多くの方が困惑されているわけですよ、うん、まあ、不払いと今お客様おっしゃいましたけども、確かにいただけてないことは間違いないですが、各ご家庭いろいろさまざまなご事情があるかと存じますので、ごめんなさい、家庭事情と簡易書き留めで送る、はい、送らない、別の話でしょ、もちろんその通りです、うん、であるならちゃんとしっかり、ね、説明しなさいよ、ありがとうございます、うん、これは意見だから、うん、すんなり聞きなさい、あなたの意見は聞かないから、求めてないから、失礼をいたしました、うん、でちゃんと反映してくださいよ、はい、そうですね、期待してないけども、いや、すぐに行こうという形で私も、まあ、私どもの今お答えができなくて申し訳ありませんが、統一というんでしょうかね、そういう形でのご希望があったよということについては伝えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、まあね、そういうことをすることによってね、我々の仕事が増えるだけなんで、我々の信用度信頼度が上がるだけなんで、まあいいんですけどもね。ごめんな、今ごめんなさい、どちら様からお電話をいただいているかもちょっと分からずにお電話、今一般的なお話とさせていただいているんですが。いいんですよ、一般的なお話で全然構わないですよ。よろしいんですか。全然構わないですよ。あ、ありがとうございます。だって誰が電話してきたって、うん、そんな態度を変えるとかは言い分が変わるなんておかしなことでしょ。それはないですか、ね、でしょ、はい、はい、その通りですね。だからあえて言う必要もないでしょ、私が何者かなんて。だいたい察しはつくでしょうけど、はい、まあまあ、はい、まあ、恐れ入ります、うん、真摯に対応していただいているということは事実伝わりましたので、ありがとうございます、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします、はいはいはい、失礼いたします、失礼いたします、はい、ということで、聞いていただきました、はい、まあね、最後の、NHK 宇都宮放送局営業部担当のね職員さん、まあ武士の情けということでね、名前は、カットさせていただきました、まあ、非常にね、誠意を持って、対応していただいたということがありましたので、名前はね伏せさせていただこうというふうに思いました、はい、なんかちょっとね無礼な発言というか対応言動があったってことは僕はね自覚しております。この場をお借りしてね、お詫び申し上げます。大変失礼いたしました、失礼いたしました。本当にね誠意を持って対応してくれたというふうに、思いました、はい、まあ、近年ではって言い方が正しいか分かりませんけども、珍しい、本当にしっかりと対応していただいたと思います。まあね、こういう言い方したら大変失礼ですけど もうたかが、ね、宇都宮放送局営業部の一職員ですよ、ね、まあ板挟みでしょうきっとね、僕とね本局とのね、間にね板挟みで非常に、何の決定権もない発言力もないそんな方が対応していただいて、今できる、最善のね最も、最善のですね、はい、対応していただいたと思います。大変失礼いたしました。そしてまたありがとうございました。ぜひね、本当に見習っていただきたい他の特に、NHK 船橋営業センター改め NHK 浦安営業センターだったかな、変わりましたけどもね、はい、ね、
私の電話は着信拒否をし、そして、非通知は受け取らない、受け付けないという、とんでもないですよ、本当に。もうこれは僕に来てほしいというね、逆アピールなんでしょうね、これはね。はい。もうしゃあないですね。僕の管轄である、ね、僕は今現在、千葉県の柏市に住んでいるわけです。で、柏市の管轄は当然ね、船橋栄養センター、改め浦安栄養センターに、まあ、移転したわけですから、ね、何かあれば当然行かせていただきますよ。ね、まあ、ちょっとね、船橋から、浦安に変わったんで、どういう作りになってるのか、どういう、ね、店構えというか、どういうね、対処を取ってるのか知りませんけども、行かせていただきますんでね、ご挨拶させていただこうと思いますんで、よろしくどうぞ。はい。まあ、ということでね、ちょっと話長くなりましたけども、まあ、要は、何も決まってないと。ね、今後においてもやるかどうか分かんないというね、まあ、いい加減な、相変わらずいい加減ですよ。NHK という組織はね、まあ、明らかに今回の件に関しては、観客との件に関してはね、明らかに動揺を誘う、ね、混乱をきたしてやろうというふうな行動としか思えません。それプラスまた何かね、何か企んでいるのか、 NHK がね、簡易書留にすることによって何か NHK は N 国党を陥れてやろうと、貶めてやろうというような策意があるのか、その辺はまあ明日3月14日何か分かるのかもしれませんね。もしかしたらね、非常に楽しみですね。立花党首はね、ツイートでおっしゃられてましたよ。明日はね、忙しくなるということがありますけども、まあ、一体何が起こるのか、ことの経緯を見守りましょう。ね、まあ、とりあえず、NHK に電話した内容はこういうことでした。もしかしたら、5月の時にもね、また簡易確定に届くかもしれませんし、普通郵便に戻るかもしれませんし、まあ、非常に適当な組織だなと。ジャブ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 お金が入ってくる組織は、お金の使い方も、無駄遣いも平気でするような組織なんだなということが再確認できました。はい、以上です。柏しおり NHK をぶっ壊す。